お代官様、これはほんのつまらないものですが、お受け取りください。山吹色の菓子にございます。ぬぬ、まんじゅうの下に小判、ん、横流しの一件任せておけ。いえいえ、何をおっしゃいますやら、お代官様ほどではございません。ん、そこにおるのは何やつじゃ。今の話を聞いていたな。聞かれたからには生かしておかぬ。この顔を見忘れたか、しかみ男女。浮世の鬼を斬るためにこの世に化けて出てきてやったぞ。生きておるはずが。桃姫の名を語る老石者め、誰かおらぬか。出会い出会い、せものじゃ。鏡家の姫の名を語るとは大胆な女賊め。これだけの手勢相手にどうすることもできまい。観念いたせ。星満ち満ちたりといえども、月の光に勝つことをあたわず、うぬらの味切り包丁が束になったところで恐れるに足らず。この城中で一年を争う手だれの面々を苦もなく切り破った老石者が、このようなあどけなき少女とは。うぬらが生まれるずっと前より剣一筋に身を投じてきた。尋常一様の剣技では後陣を廃すのも無理からぬ話よ。取り潰された藩の家臣が今や取り潰した公儀の手先、利権を食い物にしておるとはおかしな話もあるものよ。何もおかしくはない。藩の内情に通じ政務を取るにふさわしい家柄。超絶な男じゃな。次君に使えぬのが武士ではないのか。まるで恥というものを知らぬと見える。黙れ黙れ、誰かこの女賊を切り捨てい。はあ、なぜじゃ。しかみ、お主の言いたいことは分かっておる。そう興奮するでない。ことの成り行きは読めた。まずは見ておれ。城の者がためらいなく切りつけてくるのは、ウヌが何か吹き込みおったからだな。桃姫の名を語る女賊めが代官の命を狙うておるとご忠臣申し上げた。よくぞここまで生き延びてきたの。なるほど、この人面獣身の不忠者を手玉に取り、鏡家に矜持をもたらすのは赤子の手をひねるよりもたやすかろう。聞き捨てならぬ暴言、根も葉もない戯言をあげつられて何を申すか。皆何をしておる。切れ切れ切れ。かなわぬと分かっておっては腰も引けよう。それにわしはうぬでなく、ウヌについておる化け物に言うたのよ。正体は明白、姿を現してはどうじゃ。身を隠したままで勝てるほどおぼろ流は甘くはないぞ。
共に現れ教授を起こす天地鬼門の妖魔の化身か。悪行にお咎めがなかったのもおそらく化け物の影働き。災いの元凶を仕留めたからには悪運は尽きた。もはや観念して己の悪行を白状いたせ。柳生と結託し鳴神海域の手引きはこのしかみ鏡光にもう一度はあった恥を知れ、しかみ言い逃れは聞かぬぞ。よくも恩をあだで返したな。この場でお父上の胸晴らしてくれようぞ。悪いが、こちらの要件が先じゃ。お主に一つ尋ねよう。返答次第では見逃してやってもよ。かつて城門前で桃姫を貫いた狼藉者の太刀のことじゃ。事件の証拠として蔵にあると聞いたが。残念じゃが、嵐の夜に雷が落ちて蔵は全て焼け落ちた。今は跡形も残ってはおらぬ。待て待て、正直に答えた。見逃すと言ったではないか。中の虫とはお前のこと。お家の敵、このままにしておくものか。捨ておけ。切る価値もない男よ。化け物の後ろ盾がなければいずれ自滅して果てる。だが
己の手で敵を討ちたいなら元に戻ることだ。わしが早く出て行けるように協力せ。約束通りこの場は切らずに見逃してやる。後始末は御政道に委ねるとしようか。帳簿はいただいた。この横流しの証拠を公儀に届け出ればたちまち悪事は明るみに出て切腹か打ち首は免れまい。よせよせ、わしの手の内は今しがた見せただろう。血気に流行るはヒップの言う。ここで死んでは犬死によ。それがしもよくよく化け物に縁があるようだ。聞かれよ。お尋ねの蔵は雷で焼けたと言われるがそうではない。嵐の中、暗雲から顔を覗かせるほど大きな赤鬼が中の荷に用があると蔵ごと根こそぎ持ち去ったのだ。その場に居合わせたのは手前一人。見たままを話してもほら吹きとそしられ誰も信じなかった。だが今化け物を切り伏せたそなたならそれがしの話を信じてくれよう。鬼の話がまことなら飛騨のような変化のいたずらでありますまい。黒光が地獄の獲物で作られたと話しておられましたね。喝殺自在の地獄の武器が人間に持ち去られたとあれば閻魔様が放っておかれるはずもございません。地獄の獄卒が持ち去ったか。だが悲観するには及ばぬ。ありかが割れておるなら取りに行けばよいだけのこと。取りに行くと言われましても場所が場所。まさか地獄へ行かれると仰せですか。さように申した。明神の使いともあろう者がその程度の道を知らぬというのではあるまいな。竜宮へは亀に乗り、高間ヶ原へは伊勢から通じ、京都は陸道月寺が地獄への抜け道。知っておりますとも。幸い間もなく16日、その日は閻魔の祭日とされ、地獄の釜の蓋も開くというではないか。金菊、案内いたせ。
お客さん、ご